はい、どうも、こやです。今日も集まれ、動物の森やっていきます。はい、よろしくお願いします。はい、で、今日は、僕、動物の森で、ガーデニング、めちゃめちゃ好きなんです。で、中でも、この、バラがね、家の周りにこうやって、咲かせるほど、めちゃめちゃ一番好きな花なんですけど、ほら、これ、ピンクのバラとか、黒いバラとか、ね、珍しいバラも、ちょいちょいあるんですけど、まだ他にも珍しい色のバラがあって、青いバラとか金のバラとかあるんですけど、今日は青いバラをちょっと咲かせて、またこの家の周りをね、もっと美しく花で彩ろうかなと思います。はい。じゃあ早速今日は青いバラをね、作るんですけど、これがね、難しいんですよ。他のこの、ね、ちょっと珍しいバラとは。ちょっと難しい。まず、この、白いバラを、こうやってね、まあ、大量に植えて、紫のバラ。で、この赤黄色のバラ、こうやって植えて、このオレンジのバラ。このオレンジと紫を掛け合わして、さらに、赤いバラをね、この辺にっていうか、赤いバラを作るんだって、オレンジと紫で。さらに赤いバラを作って、その赤いバラ同士で、を組み合わせると紫の、違う、青いバラが咲くらしいんですけど、これね、なかなかね、こんだけ植えても、こうやって紫のバラ、オレンジのバラってね、なかなかね、そんなポン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 咲かないんで、割とね、時間かかるというか、苦労するというか、ね、一時これ、増やすためには、一本一本、じょうろで水も与えなきゃないし、かなり大変。で、まぁ、今回一応、オレンジのバラ、紫のバラ、できてくれたんで、ちょっと数は少ないんですけど、もうガンガン日付ね、進めまくって、ちょっと、次のステップ、赤いバラ、オレンジと紫、組み合わせた、その先、赤いバラで、ちょっと、赤いバラを、ちょっと探しに、進みたいかなと思うんですけど、あー、これした。まあいいや。これなんかね、ツイッターとか見ると、いろんな情報があって、なんかこれ、買ったバラの種から、一から育てないと、青いバラはできないとか、なんかいろいろ情報があったんで、一応ここのバラ畑、この赤黄色とこの白一色のバラ畑は、全部一から種から買って、一から育てて作ったバラなんで、まあ、情報が正しいんであれば、これで、まあ、買ったバラ、一から育てたバラで青いバラできるんじゃないかと思っております。で、この右の紫とオレンジのこっちね、こっちは村に勝手にうんまい貝に掛け合わさって村中にできてたバラをこれ集めたやつなんで、これ情報が正しいんであれば自分で買って育てたバラじゃないから青いバラ、まあ、できないのかな。まあ、情報が正しいかどうかもね、定かではないので、まあ、一応比較でもないですけど、まあ、こっちとこっちちょっと別々にね、育てて、本当に自分で一から育てないと、青いバラができないのかってのも、まあ、見ていきたいなと思います。まあ、こんな感じか。こんな感じでまあ、これでいいか。時間進めてちょっと、1日後に行きますか。じゃあ、行きましょう。はい、じゃあちょっと花の様子見に行きますか。なんか雪が降ってるらしいんだけど、これ大丈夫？関係ないよな。なんか初雪が観測されました。あ、全然咲いてない。これね、確率がね、恐ろしく低いんだよ。低いくて、これね、こんだけ少ないとね、もう本当にかなり低確率の中、赤いバラのつぼみがね、できるまで待たなきゃないんで、これね、まあ、かなり大変よ、正直。これ雪ってさ、雨判定になんのかな？なんか光ってるけど、これ、花。なんか雨が降ってる日って、このじょうろで、水与えなくても、こうやって花が、まあ、濡れるというか、なんか水がね、かかってる状態になるらしい。雨が降ってる日は、雪も、同じなんかな、これ。この、オレンジのバラも持っていきましょう。じゃあこれ赤いバラのつぼみ出るまでちょっとカットしますか。一応これ雪がね、雨判定なのかどうかわかんないんで、一応水あげとこうか。
これでどうしよう、水の上げすぎとかで枯れたらどうしよう、泣く。はい、じゃあちょっとつぼみ出るまでガンガン日付進めます。あえ早っ。あ、これ1日しか進めてないんすけど、これ多分どっちもあれだね、赤いバラっすねこれ、つぼみ。じゃなんだよ、柵じゃねえかよ。あ、こっからっすね、こっから。まあ、こっからまあまあ、なんか偶然か否か、まあ偶然か、偶然、これなんだ、自然発生のバラと自分で一から育てたバラ同士のつぼみがこうやってできたわけなんですけど、まあ、どうしようか、これとこれ別に掛け合わせて青いバラできれば、結局自然発生であろうがなかろうが青いバラ作れるってことになると思うんで、どうしようかな。まあ、せっかくできたんで、ちょっとこれとこれ掛け合わせるか。じゃあもう1日進めて赤いバラね、さっきのこれが赤いバラ生み出して、いよいよ本番というかラストスパート、これで青いバラできればもうバンバン在と。いや、楽しみ、楽しみでございます。はい、じゃあまた1日進めましょう。またできてる、まバンバンできんな、なんか。はい、できました、ついに。これが紫のバラとオレンジのバラで掛け合わせてできた赤いバラ、この子たちがね今回の主役でございます。これでちゃんと水ね、まあ、2回くらい与えといて、ここからね青いバラができるはずなんで、まあ、ちょっと気になるのが、まあこれ自然発生のバラと自分で一から作ったバラ、これ同士でまあできるのかというところが今回のまあちょっとした謎でもあり、気になるポイントでもあるので、もう準備は整ったんで、また一日ね進めて青いバラできるのかちょっと楽しみ。早く行こうか、行きましょう。さあ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 、できない。あ、でもこれで赤いバラまた増えたんで、こっちだよね確か、自然発生。まあ一応自然発生どうなのかね、ちょっとわかんないですけど、配置変えとくか。こんな感じ、これでまあいいのかな、これでいいか。あ、いいのかな、いいか。じゃあまた水やって、また1日後お会いしましょう。いやー今日もダメか。あ、なんか白いこれ白いバラでしょこれ、なんかまがいものが、こういう場合もあんのか。赤以外もできんのか、ちょっとこれ いつまで俺は待たなきゃいけないのこれ。ちょ、もうできるまで日付だけカウントしとくわ、できるだけ待ちます、できるまで。ちょっとカット。あ、これはこれなんだこれ、赤いバラかこれ、赤いバラじゃんこれ、何よもう。あ、また赤いバラできてる、これもこれであれか、自然の方か。これはなんどうなんだ、どういう判定になるんだろう。でも多分だけどオレンジ紫のによってできたやつじゃないから、これは弾いた方がいいな。わかんないからね、不確定要素は。ちょっと弾きますか、ちょっとわかんないからな。これもまあ分かりやすいところに置いといて、後々調べよう。じゃあこれでまあ一応、あれ、どれがどれだっけ、自然発生が、自然発生がこれだよね、だからここでいっか。一応分かりやすく置いとかないとな、後でめんどいことになるから。じゃあまあまた進めるか。あー今日もダメ、いやーダメか。え、これどっから出てきたこれ、何これ、え勝手にこれ何これ、マイガーダメか。ちょ、これであれが白いバラが、あー今日もダメ、いや出まへんなほんまに。マジで出ない。なんか間違ってんのかな、やり方。これまだあれだな、赤いバラだな、マジか、出ない。
いや、とうとう冬になっちゃったんですけど。いや、出ねえし、マジで。うそ、これまた赤いバラか、これ。いや、どうしてこれ。なんか間違ってんのかね。あ、取っちゃった。まあいいか、どうせまた生えるべ。どうしてんのこれ。合ってるよね、これ多分。今日もダメっすかね。なんだこれ、なんか、なんだこれ、なんか一晩にして、なにこれ、え、枯れてんのこれ。なんか、なんかつぼみが、なんだこれ、ぐちゃぐちゃになってる。なんだこれ。あー、出ねえな。でも青いのねえな。これもちげえな。紫か。ないね、ないね。マジ、マジっすか。マジで出ない。やばい。マジで出ないし、しかも、ね、これどっちの赤いバラこれ。ちょっと、ね、隣接してるからさ、これがどっちの畑で生み出された赤いバラかわかんねえ。これ、ミスったな、これ。地形よ。狭い。畑が狭い。しかね、これも、ちょっとこの、わかんないバラ置き場に置くか。いや、ミスったな、ちょっと。狭い。これもまた違うね。てか咲かない、全然。本当に咲かない。どういうことっすかこれ。やばいな、咲きません。あ、え、ああ、ああ、咲いた。咲いた。やっと咲いた。もう、もうダメかと思った、俺も。今何月？ 2月26日。もうこれもう100日以上経ってるでしょこれ。やっと咲いた。もう、俺、もう、ダメかと思う。いや、これさ、もう、本当に咲かなくて、ね、最初に、その、野生さんと、何、一から、種から作った、やつで分けてるみたいなこと言ったんですけども、本当に、全く咲かなくて、もう一から、いろんな動画とか見て、情報をかき集めて調べて、なんかどうやら本当に種から作ったやつじゃないとダメだったっぽいんで、もう、あとね、下のもともと植えてたこっち、これ狭かったね。どうだっけ、この辺、この辺だったんですけど、見てこれ、もうもうね、日付経ちすぎて、もう村一面、この辺一帯もう本当に花で埋め尽くされて、もう手に負えなくなっちゃったんで、ね、畑も移して、これ全部一応種から作ったやつのみにね、限定してこうやってやってたんですけど、やっと咲いた。やっと咲いた。はい、じゃあちょっともう一日ね、進めてちょっと、拝ませていただきますか。青いバラ。はい、じゃあ行きましょう。本当は2本欲しいんだよね。行きましょう。ほら見てこれ、なんか雪とか降ってさ、家の周りのこのバラも勝手にさ増えてるし、ほらこれ。おい、どうすんだよこれ。もうこの島の4分の1くらいもこれ花で埋め尽くされてんだけど。来ました、来ました、やっと咲いた。はい、こちら青いバラ、見事咲きました。これね、もう一個ね、咲かせられると、この青いバラ同士でどんどん増やせるらしいんで、ちょっとまあ増やすのはいいんだけど、ちょっとこの辺のバラをどうにかしてからっすね。これちょっと見るか、もう一回この辺で。いや、やっぱいいね、いいっすわ、やっぱ青いバラ。いいんだけど、ちょっともう、バラがもう、増えすぎちゃって、もうね、正直もう、見たくないっす、目がチカチカするし、もう、こんだけね、
増えすぎるとさすがにいくらアクアデニングバラ好きとはいえね、もう嫌になっちゃいますね。はい、ということでもう今回何日くらいかかった、これ150日くらい経ったんじゃないかな、これ根気強くというか、こんだけ確率が低いとは思いませんでした。はい、青いバラ咲いたんでね、ちょっと皆さんも諦めずに青いバラやってみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。さよなら。